はい、タンタンです。本日はマーチンの、中古品ですね。2009年製の D28、入荷しました。デニッパですね。2009年製の個体でございます。11年ほど経過しておりますけれども、なかなかほどほどにこう引き込まれた、状態でございまして、いい感じのこうトップもね、飴色になってきておりまして、サイドバックもこんな感じですね。こんなように、いい感じに育ってきている個体かなと思います。ヘッド側はこんな感じですね。今の2017年モデルから、現行品はね、いろいろ変更点はありまして、ペグもね、こちらはグローバーでございますけれども、ネックの幅も、こちらね 42.9mm ほどの、ロープロファイルのネックでございますので、このあたりは現在とやっぱり違うポイントでございますので、好みがね分かれるところだと思いますけれども、2009年製の個体でございます。こんな感じですね。全体的にあのほどほどに使い込まれている感じは傷などから見られますけれども、大きなこう割れとかは特になくて、まあプレイヤーズコンディションというか、ほどほどに引き込んだ育ってきている個体かなと思います。感じで、今の現行品とはちょっとこう音の感じがやっぱり違いまして、ブレーシングパターンも、ね、X ブレーシング、スタンダード X ブレーシングの時代、そしてあのノンスキャロップの、ものでございますので、まあ、今のものよりもやっぱりちょっとこうエッジの効いたタイトなサウンドっていうのが、このデニッパの特徴、まあ、いいところかなと思います。ガシッと弾いてもこう反応してくれる、感じがこうなんだろう、パワーもあって、デーニッパチっぽいサウンドかなと思います。今のまあ状態としてはいろいろこう細かい傷はもちろんありますし、こう外周のちょっとこう塗装のねチップしている部分も見られますけれども、あとブリッジ周りもちょっとだけ塗装がこうちょっと、浮いているところもいくつかブリッジ周りですけどもね、見られたりだとか、しますし、ネックの裏もこう結構引いた感じが見えますので、まあ、写真の方が分かりやすいと思うんですけど、こんな感じで、ほどほどに傷はいろいろありますけれどもね、大きなダメージこそなくて、ネック状態は、問題ない状態ですね。原稿も、引きやすい原稿に今なっておりますし、まだまだ、まあ、11年ぐらいなんでね、まだまだこれからだとは思うんですけども、それなりに引き込んで、ちょうどいい感じに育ってきている個体でございますので、ぜひぜひ、こちら
一度お試しいただいて、試走していただければなと思っております、オリジナルハードケース付きでございますので、ぜひ、ご検討いただければなと思っております。そんな感じ、こちらマーチノで28、2009年製の個体でございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。